おはようございます。皆さんで、新しいグランガイア戦記が出たので、これをやりたいと思います。フォリューム1と2は簡単すぎて、この動画にはしません。なので、フォリューム3やります。はい、パーティーはこんな感じになってます。と、ドルクリーダー、クランス、クエイド、パリス、シアル、で、最後にアファンのフレンドでいきたいと思います。じゃあ冒険に出る。 はい、じゃあここで死に役はパリスに、これで戦います。こちらの攻撃はね、結構痛いんですよ。あんまり舐めない方がいいんです。アリスの武器はアップバフがないと死ぬ可能性が結構高いので、アリスのビビで状態に注目ができるんです。はい、じゃあこいつらをやっつけましょう。うん、あ、まだ来てる。はい、ました。まあ、とりあえず、ブラフルとファルマね、モランカイもね、グランカイア戦記に出たんですよ。もうそろそろ、ファルマ戦記とか、出さないんですかね、エルモさん。はい。じゃあ、ディースターです。まあ、ドルクをリラリーするのはね、弱点ダメージがすごくいったんですよ、デッキから。なので、ドルクをリラリーすると弱点ダメージが無効化できる。これが重要です。ドルクをリーダーにしないとアッファンがね、簡単にやられるんです。超簡単にやられるんです。はい、はい、ここでシャルルの指輪使いたいんですけど、不死に役はしません。不死に役は後で、とっても重要なものなので、はい、シャルルのユーを使ってやるんです。たまにこのティースターはね、戦隊攻撃、どんどん打ってくるんですよ。4回とかもするんです。その時が来たらね、誰かが死んじゃうんですよ。はい、ドルクリーダーにしてもらさ、はい、とりあえず次に行きましょう。まあ、そろそろティーサーが自殺するんですけど、指輪の効果はまだあるんですか。まだあるんですね。じゃあ最後にスピーピー打ちます。はい、いや、ちゃんと倒したんですね、今回。倒せなかったら自殺するんですけど、なんか違うあるのかな、倒せるかどうか。はい、キラ、とりあえず早めに倒すんです。パーティーにね、戦速性あれば、まあとりあえずダメージが出せるんです。ここでクランス、光闇、クエド、光闇みたいですね、雷、キー、炎と水、速性、小ぶりに付与ができるんですね。
はい、いいて、なんかね、このダンジョンの敵がすごく痛いんですけど、まあ、シナナの時代だから、痛いのは当たり前かな、多分。まあ、キラに、三日日のそのバグがあるので、そこなにはしないんです。はい、カノンが出た。このカノンもね、早く倒さないと、指々打ってくるんですよ。あれがやばいんです、ちょっと。あれで早く倒さないとまずいんです。シャルルが危ない。クリティカルだった。まあ、半減キャラが2人いるんで、うん、クランスが、SPP 使うのは楽になるんですね。はい、こんな感じです。カリスは数十5匹でいいんじゃないかな。はい、とりあえずここでさ、どんどん BBSBB 打っても大丈夫なんですよ。次のバトルに、みんなの BB ゲージが、なくなっちゃうんです。消されちゃうんですよ。はい、OK。はい、じゃあ全部使います。なくなっちゃうので意味がないですね。ここで SPP ゲージを満タンにするのは。はい。で、死んじゃう。はい、こんな感じです。はい、ボスですね。ここでターンをカウントします。ここで SPB ゲージっていうか、みんなの BB ゲージが消されて攻撃を打ってくるんです。ここでクランスとパリスに不死の新薬。BBB はまだです。これは単1だったんですね。はい、これが単2ですね。パリスの BB で巨大樹木がすることができます。これが単2。はい、ターン3、まだ同じことやります。はい、とりあえずターン4はフィファーが出てくるんです。フィファーが出てくるときに敵全体に即死攻撃を打ってくるんです。ダメージが4万ぐらい、半減とガードで耐えられるんです。あー、ここでシャルルが、シャルルのエクストラスキルが、いやー使いたかったんですけど。じゃあここでさ、ターン4、とりあえずクランスのスピードを使って、でみんなガード、
耐えられるのかな。じゃあ大丈夫だと思います。みんなガード、 OK。 ゲート、ルシアさんの攻撃かな。ストーリーなんです、ストーリーです、これは。で、フィファが出てきて、みんなを回復して、敵戦隊に攻撃をできて、で、バーフ全部消すんです。で、その即死攻撃が、バーフ消し攻撃が、する前に、おクラニスが生き残った。エクストラスキルで生き残ったんです。うわ、これはいいんですね、やはり。じゃあ今回ドルクの指で使います。どうしてかというと、ドルクの指は3段ですよ。3段です。半減は3段です。回復しないとね。シャルルの指は全部なくなったんですね、バーフは。これちょっと危ないな。いや、こんなに敵があるので、ちょっとこれで蹴ると思います。パリスはビビでガップで、除大樹から守ることができる。ナイス。これがターン1ですね。はい。で、ターン2です。ドルクの指ビーのターン2ですね。はい。とりあえずダメージをやるんです。で、ターン3ですね。もう一回ドルクけど、後に役はしない。これがドルクのターン3なんで、指ビーバフの効果。次のターン、またドルクの指で使うんです。こいつら、早く殺さないと指ビー撃ってくるんですよ、敵が。うわ、これがドルクとクランツの、ドルクの指とクランツの指がこんなに痛いんですね。はい、じゃあできます。パリスの指忘れずに、っていうかパリスの指じゃなくて、状態上から守ることができるんです。とりあえず6ターン以内にこいつらをやります。ドルクのイビビの効果は後にいたんですね。はい、超痛いんです、マジで。これがドルクとクランツのスピードですよ。ドルクのイビビとクランツのスピード、これはドルクのイビビ2ターン目ですね。はい、とりあえずカーナンとビーバー倒した。シャルル死なないで。はい、これがドルクの指火の効果の最後のターンかな。よし、イーサー一人になってる。で、亡くなって、フィーバーがみんなのビビゲージを消して呪いをかけてくる。ここでこれです。ドルクが、すごく役に立つんです。ここでこうにしないとやばいんです、本当。はい、とりあえずこれ半減がちゃんとあるんですね。はい、シャルルで書く、クランスの半減で、また数字を攻撃。
はい、鳥類です。努力を使って数十秒。はい、もうちょっとで次のターンで勝てるはずです。はい、さよなら、ビーファー、よー。これで倒せるのかな。はい、倒した。ノコンティニュークリアです。はい、まあ結構難しかったんです、本当。まあタイミングが分からない方はやはり無理。タイミングを分かっている方は誰も死なないように祈ってくださいということかな。うん、はい、やり方はとりあえずそんな感じです。不死に役はすごく大事なんです。はい、スフィアは何これ。あ、これだな。スフィア攻撃力、防御力、回復力 30% アップと BC もらえるときに BB ゲージ抽象量が、そうか、いいね。AC の回復量がアップとオーパレルゲージを抽象量がアップ。お、けどHP アップがないですね。まあ、とりあえずオーバードライブゲージの方が目的かな。このスフィアを使うときに。悪くない。使えると思います。使えるでいいか、強いかもな。うん。これとミーファーとルシアスリーダー。どうなるんでしょう。うん。はい、じゃあもうないんですね。うん。じゃあ今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマ。Shh.